お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロワイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのウィザード迫撃デッキを紹介していきたいなと思います。でこちらのウィザードの枠なんですけども、少し前まではというか、まあ、現在でもこのロケット方式でね、めちゃくちゃ使われてるデッキです。それが最近ウィザードになった方も、ちらほらね使われてるというわけで、今日ねこちらでやっていきたいなと思います。でちょっと皆さんに一つだけお願いがあるんですけども、お願いというかまあお願いか、ぜひねまだチャンネル登録してない方は、していただけるとすごい嬉しいなと思ってます。僕のねチャンネルの視聴者さんの、まあ、6割から7割ぐらいの方がねまだ僕のチャンネルをね未登録なんですよ。そうなので、明日にはチャンネル登録者数がね、もしかしたらもう2倍ぐらいね、なってるんじゃないかなという、まあなる可能性もね、秘めてるので、ぜひね、チャンネル登録まだの方はしていただけると嬉しいなと思います。というわけで、やっていきます。よろしくー。さて、このデッキはですね、もともと、クエイク、ウッド、まあ迫撃とか、まあなんか、スペルでほぼ削るようなデッキなんですよ。このデッキはもともとね。で、そのロケット星がウィザードになっただけなので、まあ防衛が固くなったと思ってもらえればいいかなと思います。攻めは正直あんま変わんないですね、今までと。そうっていうような感じです。さあバルーンが来る。ここはトルネがあればバルーンをキング起動できます。このボーラーがちょっと怖いですね。ボーラーが怖いっていうか、まあ入ってるんですけど、まあこれはもうしょうがないかな。石ころレイジちゃんやべえ。さあ1500ぐらい削られて、まあ、めちゃくちゃ痛いんですけども、まあ、キング起動したので、まあ、別にそんなかなっていうところでありますね。もうこっからは、同祭よりは逆祭の方がいいかな、これは。さあ逆祭と、まあ、あとはクエイクと、まあ、迫撃もまあ、様子見て、ボーラーいないターンとかだったら、まあ、使って、あと3400はクエイクでね、削っていこうかなと思います。よし。で、マルチのクエイクは297削るんで、さ、パズドラですね。はい。まあ、そう考えると、鬼強いですね。で、これはね、もう先置いてもいい気がするな。なんか、ボーラーにないと合わせると、さっきみたいに、石でね、結構貫通ダメージ受けちゃうので。さ、で、これは、まあ、一応、トルネで防衛するのかな？一発ぐらい受けてもいい気もするんですけど、まあ、一応トルネで防衛してあげて、さ一発は受けるが、まあ、キング起動してるので一発だけど。で、これ多分ね、スケだと思うんですよ。僕の神ウッド決めます。あ、タルババでした。ごめんなさい。で、ボーラー嫌だなっていうのをすごい思うんですよね。あ、でもボーラー咲いたので攻め迫して、さあ、いやこれ逆祭来ると思うんですよ、ランババルーン。いや逆祭流れちゃったな。でここはまあ2周目の迫撃を置いて防衛します。よしよしよし。いやこれがね、まあ、このデッキの回転が速い強みですね。よいしょ。さあさあさあ、左側を僕としては削っていきたい。2668か、ちょっと遠いですね。ちょっと遠いが、頑張ります。で、ランバーにないと使いたくないかもしれないな。ないとはこっちに使いたいっていう。ボーラーのね、ここですね。で、これはまあトルネがあればさすがに止まる。逆サイドで持ってきちゃって。で、まあ、迫撃で結構攻めていきたいですよね。これ、ウィザードの頑張り次第では。いやーなんか右の方が入ってんだ。あるあるっすよね。攻めたら逆の方が削れるみたいな。さあ、まあ、ウィザード延命してあげると、相手は意外とね、だるい。で、ランバーを絶対当ててくるよ、左に。そしたらコストがなくて、みたいなのないかな。相手も地味に回転早いっすよね。さあ、ここは、お、やばい。これあれっすね。もう一発強要でキングにするしかないっすね。で、ここは、ま、なんとか耐えた。相手がトルネフリーズなんで、いや、この耐えはでかいですね。で、積極的に攻めていきましょうか。1200でしょ、あと。1200ワンチャンいけると思うけどな。よいしょ。延命してあげる。頑張れ。
石ころ迫撃で、まあトルネで最後右サイドに持っていきます。でも持っていった方がいいですね。でアーチャーのダメージですら入れれない。やばい、ランバーがやばい。さあ迫撃からの、これも一回逆サイに持っていけるかな。こっち来い。いや爆破が入らない。いやでけえ、ちょっと待って、ワンチャルマジチャル、クイックで削る、本当にある。でウッドで削る、迫撃、よしよしよし、いや待って、勝てる、クイック、いやこれあれだな、アーチャーがやばい、アーチャーがやばい、やばい、勝った、オッケー、え、危ねえ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 、てかもっとね楽に勝てなかったかな。いや危ないですね、めちゃくちゃ危ないけど、ほぼねクエイク迫撃通ったかな、全然覚えてない、迫撃そんな通ってないんで、ほぼね、クエイクで削ったと、まあ、いうようなデッキです。前までロケ砲だったので、でもロケット押しだったらねきつかった気もしないこともないですね。まあ、ロケ砲だと、まあ、より高回転にはなるんですけども、まあウィザードの方が、まあ、ゴレラバーとか大型に対して比較的ね守りやすくなるので、すごいねおすすめです。しかもウルトラレアもウッドしか入ってなくて、レアもウィザードとね、クエイクぐらいしか多分ないと思うので、ぜひね、はい、非常に無課金の方にもおすすめですので、参考にねしてみてください。というわけで、次の試合行きましょうかね。さあマッチングしました。あ、出た、これショー AB みたいな、この人ねスパーキーなんかね、レイジなんかすごいスパーキーデッキだった記憶があるんですよ。そう、エリポンもね、なんかあった記憶、ババとか、ババエリポンみたいな、まあなんかウィザード同士仲良く行きましょうよと。なんか、まあとりあえずスパーキーデッキだった気がしますね。ジャイスパ、ババウィズ、ギャングとかかな、今の感じだと。さあ、とりあえず、まあここはナイトウィザード作るけど、みたいな。相手がジャイですね。対空ガゴムリかな、ワンチャン。あ、ババア。よしよし、まあまあ。デッキはね、当たってる。デッキは当たってる。で、多分5とかじゃないと思うんですけどね。5だったらやばいしな、なんなら。さあ、ここはもう許容して、攻め白をね、ちょっと考えたいですよね。さあ、でもウィザード来たんで、ちょっと待ちましょうか。これクエイクで、からのスケに打たせます。そしたらウィザードであのスパーキー処理できる。ウィザードでスパーキー処理できるって考えたら美味しい美味しい。あ、最後ウッドでいいんでね。うん。まあ、フリーズとかもさすがにはないと思いますし、まあ、クエイク僕がね、今使ったんでリポなんですけど、これはまあ僕はクエイクを回したいですね。さあ、ウィザード。ネクストですね。うわ、3が5。まあ、これでクエクって。よしよし。エリポンはね、めちゃくちゃありがたいというか、そんな痛くないですよね。で、スパーキーの守り方なんですけど、まあ、基本的には、防衛迫撃と、なんかその、迫撃のダメージと、なんかウィザードを取るねぐらいで余裕で守れるとは思ってるんですけど、まあ、攻めていきますね。いや、これあれだな。気づきました。この相手は守らないタイプですね。これがね、比較的一番嫌なタイプですよね。あ、出た。そういうね、この、ちょっとおしゃれな。で、これ、ジャイをちょっと寄せて、これ、ウィザードに撃たれるとやばいですね。よいしょ。いや、いいですね。ウィザードが、今回相手はマジで、ザップはあったんですけど、ザップだけかな。なので、鬼生きてますね。鬼生きてる。ウィザードがね。うわ、すげえ。ここでエリポン行ってくんだ。やばくないですか？ここでエリポン行くんだな。で、僕はなんかね、意外と逆サイドの単体ババがね、そう、こういう人めっちゃしてくるんですけど。よいしょ。結構嫌ですね。まあでもこれもトルネとかでなんかいい感じにね。ウィザード？あー、ウィザード化け物。あれは食え食った方がいいよな。よしよしよし。いやー、これも妹っとけばいいんだね。相手はもう一回リポン
1900の後ろに、いや置いては来ない。さあで、ウィザード、トレーとかも今んとこ出てないですもんね。で、待って待って、タギがやばい。いやー、危ねえ危ねえ。今タギがウィザードが殴られちゃったっすね、ウィザードに。まあ1060なんで、僕らもイモれば勝ち。いや、この一気マジで強いですよ。守るだけですもん。守って、クイエクレケツル、あと、ハシマイヤリコブとかで、こう、ちょっかい出して、このヤリコブでさえも相手は無視できないんでね。よいしょ。でも、ウッドとかで削って、よいしょー。まあ、ちょっと怖いですけどね。正直な話、ちょっと怖いですけどね、これの防衛は。一応、タゲ取って。危ねえ危ねえ。いや、相手の攻めがいかつすぎてやばい。これはとりあえず迫撃置いて、勝った。やぶねえ。まあ、でも、こういうデッキですね。本当に守って、あとはクエイクと、ウッドと、みたいな。なんで、防衛の練習にはなりますよ、本当に。よし、勝った。さすがに勝ったでしょ。と思うんですけど、この、ウィザードのね、反対側に、攻めてくるの嫌ですね。で、ウッドして、もう早く終わらしたいですね。もう僕これさすがに負けないんで、ちょっとイチャイチャしすぎましたね。あともうウッド圏内。いや、ウッド圏内じゃねえかな。よし、さあ、というわけで、グッドゲームと、まあそういうデッキです。ぜひ使ってください。ウィザードは、最悪ロケ砲でも大丈夫です。オッケー。いや、ちょっとね、地道に取るも、次勝てば66ですね、なんなら。はい。いや、順調ではある。まあ、楽しいっちゃ楽しいですけどね。なんかでも、鬼流行ってますよ、このデッキ。ロケット押し型ですけど、めちゃくちゃ増えてて、しかもこのウィザード型になったきっかけっていうか、ウィザード型を最初に使った人が、あれなんですよ。前シーズン世界1位のエゴールっていう、イーゴーだったり、エゴールだったり、いろんな呼び方があるんですけど、まあ、その人がね、はい、最初になんてウィザード型で、まあ、それからちょっと増えてるっていうようなところなので、まあ、世界一位がウィザードにして使うんですから、まあ、遊び半分もあるとは思うんですけど、まあ、それは当たり前に使うよねっていうところでね、はい、3戦目やっていきまーす。よいしょ、さ、ソロマンだ。ソロマンは中国のプロ選手ですね。よろしく。このマルチで当たるかっていう。とりあえず削っていきまーす。なんだろうね、ソロマン。あ、キョスケだったらキョロイっぽいですね。さあ、キョスケロイジェだと思います。で、ソロマンはね、よくファイボ型で使ってるんですよね。まあ、キョロイクエイク型とファイボ型って、ここ最近はファイボ型がちょっと多いんですけど、ソロマンは特にファイボ型のイメージがある。これキョスケとロイジェが範囲で多分ね焼けてると思うんですよね。で、これちょっとウッドも添えてあげて、まあ、一発入ったもののまあ序盤だし、まあシャーなしみたいな、そんなわけでウィザードこれ大活躍しますよ。まあ、相手がクエイクでもファイボでもタルババなんで、僕のウィザードは処理されないんですよ。 100% 延命してあげればね。まあそういった意味では、キョロイ来てもウィザードの範囲で全部やっつけれるっていう。よいしょ !LSP! ふぅ、でもクエイクで削ります。僕一生クエイクですね。いや、これはね、相性いいと思うんだけどな。だって相手は、ウィザード突破できないんですよ。なんなら防衛迫撃ですら、きつい。と思うんですけどね、僕としては。で、まあ、迫撃置いてあげて、よし。これで、まあ、ウィザードで溶かしつつ、迫撃も、もうちょっと近い方がいいのかな。残れば、タワーに一発ぶち、飛ばせ。これ飛ばしてくれるとでかいですね。守ったターンでしかもダメージ与えられるので、まあ、僕はここは、まあ、ウッドとかクエイクでね、削っていきます。よし。地獄のクエイク削りで、ケツから来る。端前からちょっかい出してあげてね。
で、ナイト、で、ウィザードですね。ウィザードは低めですね、マジで。5当たっちゃうんで、5なんで防衛反撃低めに置いたら、まあ、絶対突破されないっていうのあるんですけど。さあ、まあ、ここでね、延命してあげて、よしよしよし。よしよしよし。これもう絶対負けないっすね。いや絶対負けないっすねとか言ったら負けることよくあるんですけど、なんなら防衛迫撃置いていいっすもんね、これ。5、あ、これもう一個上だと5当たんないんで、1ミスりましたね。まあでもこれ、ハンターとかはこういうので処理できる気がする。最多は結露で、ちょっとね、2周目に備えてますね。これウィザード残る、熱いな若干。さあ、で僕としては、まあ、高回転でウィザードを回して耐えていきたいですね。で、まあ、迫撃これ逆サイドになってしまうけど置いた方がいいな。で、ウッドもして、やばい、ウッドが下手だったな。やばい、やばい、やばい、痛い痛い痛い、待って、ウッドが下手だった今。タワーに近づけるウッドしちゃいましたね。いや、これも絶対勝てます、絶対勝てます。グレークで削って、迫撃置いて、で、ウィザードとナイトかな。まあ、ナイトでいいか、これは。よいしょ。さあ、で、削る。で、これ、LSP、おっきょき。いや、いい、いい、いい。よしよしよし。で、クイックで削る。これもう、守るだけですね。僕、ちゃんと守ればいいんですよ。ちゃんとね。ウッドで削る。さあ、あとクエイク何発だ。で、まあ、ナイト出して、迫撃も1個置いちゃって、ここだったらファイボーにも当たんないんでね。で、このウィザードの範囲でしばきましょうと。ウィザードの範囲でね。よしよしよし。で、これ延命したいな。いや、やばい。え、その樽やばい。まあ、だけど、みたいな。トルネも1あるんでね、僕は。よし、トルネで下げて、ウッドで、よし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 。いや、で、ちょっとやばい。よいしょ。あとクエイクいんな、あとクエイクいんな。危ね、気づかなかった。危ね、危ね、危ね。トルネ下げつつ、よしよし、さ、グッドゲームと。いや、これね、やばいっすよね。もう、地獄、このデッキ、マジで。いや、でも40。いや、申し訳ねえな。いや、マジで、めっちゃ大トロでしたね。でかすぎ。一気にトロが爆上がりしましたね。いやー、美味しいなー。というわけでさ、もう一戦行きましょうか。いや、次も6、7ぐらい引いたら40もらえるんでね。いや、これやばいなー。そりゃ、ね。悲しみのホレイっすよ。そのまんも。もうびっくり。まあでも自分がロイ使ってたも、このクエイクトルネ反撃、マジ突破できないんですよ。防衛が硬すぎて。迫撃でも耐えれて、トルネでも耐えれるんですよね。なんで相手がクエイクだったら別にトルネでも耐えれるし、相手がファイボとかだったらさっきみたいにね、防衛迫撃が刺さるみたいなんで、まあどっちかは刺さるんですよね。さあ、クロスボウだ。いや、クロスには勝ちたいけどな、これだって、絶対っていうぐらい相性いいはずじゃないですか。いや、でもこのベッドファスみたいないるじゃないですか。相手のトロ見てくれたらわかるんですけど、鬼うまいんですよ、クロス。マジでクロスうまいやつなんで、ちょっと怖いですね。さすがに勝ちたいけどな。危ねえ。この一瞬でもやって、ちょっとでも狙ってくるこの感じのウッド怖いっすよね。いや、これ勝ちたいけどな。これ負けんのかな。でも、まあ、出た。相手は多分クロスをね、こう交互に置いてくるんですよ。そしたら僕がクエイクで、なんて言うんだろうな。相手のタワーを両方削らないといけなくなるんですよね。多分、そういう感じのパターンだと思うんですけどね、僕としては。いや、防迫やっちゃおうかな。まあ、次置いてきたら、ウィザードで速攻焼きたいよな。いや、やばい。やばい。そんなに？ちょっと待って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 。想像の何百倍も。やばいっすよね。そんなにっていうぐらい。いや、で、ここでクエイクを使うと、みたいな、そんな感じなんですよね。なので、使いません。
オッケーオッケー。クエイクはもう左に打ちたいですね。いや、これは今のターン耐えられたらでかいけど、そんなにっていうぐらいファイブウッド削ってくんな。こんな立ち回り見たことないっすよね、だって。いやー、これむずいな。やべえ。同じようにウッドとかやってると途中でワンパンされそうっすよね。いや、これやべえな、ほんとに。やばい。いや、これあれだな。逆サイの位置のファイブ当たっちまうな。いや、クエイクを使わせたいんですよね、相手は。どうしても。いや、耐えろ。いや、耐えたらでけえ。いや、これさすがに勝てそうでもある。さあ。いや、このね。いや、いい。ウッドか？いや、めっちゃ耐えてくんな。俺、クエイク打った方がよかったかな。いや、でもいい。耐えてる。いや、この使わない作戦めっちゃいいですね。で、僕はウッドで削って。で、このダメージはダメ。いや、ワンチャンファイブが来るな。いや、ここはさすがにクエイクかな。で、ISP ダメージを止めて、このダメージなら大丈夫っす。クエイクを打たせないように逆に来てんのか、もう。やばい。やべえ、これ。ちょっとだけ流れが怖いっすね。ワンチャン今からでもこれ右削れるの間に合いますかね？もしかして。いや、でも相手左にもプレッシャー来てんすよね。てか回転早くね？俺の方が回転遅いかな。だから出す日程が悪い説もあるっすけどね。僕の。あぶねえ。なんかこの不意打ちを狙ってくるというか。うわ、すごい。やばい。いや、これ勝ちてー。まあ、右と左どっちを削るかっすよね。僕はもうマジで鬼悩みますけど、これ。いや、そっち削ってくんだなー、それで。よしよしよし。いや、できるだけナイト回さずに回したいよな。あんまやりすぎるとこれワンパンされるっすよね、マジ。いや、怖すぎ。マジ鬼怖いっすね、これ。これ耐えて。クエイクで、いや、勝った、来た！いや、でけえ！ちょっと待って。やばくない？いや、さすがに相性いいけど、相手、怖いっすよね。これ多分マジで本当に世界ワンツー並ぶクロスボウ使いっすね。ずっといるっすね。いや、でかっ。気づいたらめっちゃトロ上がったわ。ラッキーってわけで、さあ、このね、無課金迫撃、鬼強いです。ぜひね、皆さん使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントともよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。